「パンドラの箱」「太宰治」前回の続きからです「2」「そうしてそれから例の一番いいところを言い出し世に大優と小油ありですからねあいつらは小油というわけのものなんだ」 俺のこととをバイパンと言って嫌がるんで金金がね尺に触っていたんだカッポレというあだ名だって俺はあんまり好きじゃねえんだ「バイパンと言われちゃ黙っていられねえ」あらぬことで月光してベッドから降りて帯を締め直し「俺はこの回覧板を叩き返してくる」「自由思想は江戸時代からあるんだ」 人間人陣有が忘れられないとはこのことだ。じゃあ皆さん私に任せてくれますね。私はこれを叩き返してくるつもりですからね。顔色が変わっている。待った待った。えちごじしはタオルで鼻の頭を拭きながら言った。あんたが言っちゃいけない。ここはそちらの先生にでも任せなさい。 ひばりにですかカップレは大いに不満の様子である失礼ながらひばりには荷が重すぎますぜお隣のやつらとは前々からの意きあかりもあるんだ今に始まったことじゃねえのですバイパンと言われて黙って引っ込んでいられるわけのものじゃねえんだ自由と束縛というわけのものなんだ自由と束縛 変とということにもなるんだあいつらにはキリストの精神がまるで分かっていやしねえ場合によっては俺の腕の立つところを見せてやらなくちゃいけねえんだひばりには無理ですぜ僕が行ってきます僕はベッドから降りてするりとカップルの前を通り抜け同時にカップルから回覧板を取り上げて部屋を出た。 白鳥の間では桜の間の返事を待ちかねていた様子であった僕が入っていったら8人の塾生がみんなドヤドヤと寄ってきて「どうだい痛快な提案だろう。桜の間の色男たちは弱ったろう。まさか裏切りやしないだろうな塾生みんな結束して町長に苦ジの追放を要求するんだ」 あんな孫悟空に選挙権なんかもったいない」。などと口々に言ってひどくはしゃいでいるみんな無邪気ないたずらっ子のように見えた「僕にやらせてくれませんか?」と僕は誰よりも大きい声を出してそう言った一時ひっそりしたがすぐにまた騒ぎ出した「でしゃばるなでしゃばるな」るな。 ひばりは妥協の使者か。「桜の間は緊張が足りないぞ今は日本が大豆の時だぞ」「四島国に落ちたのも知らないでべっぴんの顔をがんでよだれを流しているんじゃねえか何代出し抜けに何をやらせてくれと言うんだ」「今晩就寝の時間までに」と僕は背伸びして叫んだ。 お知らせしますからもしその僕の処置が皆さんの気に入らなかったらその時には皆さんの提案に従いますまたひっそりとなった3「君は僕たちの提案に反対なのか」としばらくして青大将という目つきのすごい三重男が僕に尋ねた 大賛成です。それについて僕にとっても面白い計画があるんです。それをやらせてください。お願いします。みんな少し気抜けがしたようだった。よろしいですね。ありがとう。この回覧板は晩までお借りいたします。僕は素早く部屋を出た。これでいいのだ。難しいことはないんだ。 あとはさんに頼めばいい。部屋へ帰ってきたらカッポレは「ダメだなあひばりは俺は廊下出で聞いていたあんなことじゃ何にもならないじゃないかキリスト精神と君子ひ変のわけでもドンと一発言ってやればよかったんだ自由と束縛と言ってやってもいいんだやつら道理を知らねえんだから筋道の立ったことを言ってやるのが一番なんだ」。 自由思想は空気と鳩だ」と「なぜ言ってやらねえんだ」としきりに悔しがっていた「晩まで僕に任せておいてください」とだけ言って僕は自分のベッドに寝転がったさすがに少し疲れたのである「任せろ任せろ」せろとえちこが寝たまま威厳のある声で言ったので カッポでもそれ以上は言わずにしぶしぶ寝てしまった様子である。僕には別に計画なんかないんだ。ただこの回覧板をタケさんに見せるとタケさんはいいようにしてくれるだろうと楽観していたのである。2時の屈伸鍛錬の時にタケさんが部屋の窓の廊下を通ってちょっと僕の方を見たので僕はすかさず右手で小さくおいでおいでをした。 竹さんは軽くうなずいてすぐに部屋へ入ってきた。何かご用と真面目に答える。僕は足の運動をしながら枕元枕元と小声で言った。竹さんは枕元の階段板を見て手に取り上げざっと目読してからこれ貸してやと落ち着いた口調で でその階段板を小脇に挟んだ』『過ちを改めるにはばかることなかれだ。早い方がいい』」「たけさんは何もかも心得顔にひそかにうなずきそれから枕元の窓の方に行って黙って窓の外の景色を眺めている様子である」「しばらくして窓の外に向かい」 さんご苦労様やなあ」と少しも飾らぬ自然の口調でつぶやいた窓の下で小遣いのんさんという老人が23日前から草見せりを始めているのだお盆すぎになあとんさんは窓の下で答える一度むしったのにまたこのように生えてくる 僕は武さんのご苦労様やなという声の響きにうなるほど感心していた階段板のことなどちっとも気にしていないらしい落ち着いた正論の態度にも感心したがそれよりもあのいたわりの声の響きの気品に打たれたご大家の女将が庭番の陣屋に縁先から声をかけるみたいないかにものんびりしたゆとりのある調子なのである 非常に育ちの「いいいものを感じさせた。いつか越後も言っていたがケさんのお母さんはよっぽど偉い人だったのに違いない」「ケさんに任せたらこの厚化粧の一件もきっと鮮やかに軽く解決せられるだろうと僕はさらに大いに安心した」「そうして僕のその信頼は」 「僕の良き以上に素晴らしく報いられた」「四時の自然の時間に突如廊下の学生器からそのままそのままの位置で気楽にお聞き願います」という事務員の声が聞こえてかねて問題になっておりました助手さんのお化粧についてただいま助手さんたちから自発的に今日限りこれを改めるよしを申し立てまいりました。 わーという歓声が隣の白鳥の間から聞こえてきた臨時放送はさらに続いて「今日の夕食後にそれぞれお化粧を洗い落とし遅くとも今晩7時半の摩擦の時にはアメリカの人たちに変な誤解をされない程度の簡素な予想を置いて熟成諸君にお目にかかるそうでございます」なお次に助手の牧田さんが一言「 熟成諸君にお詫びを申し上げたいそうでどうか牧田さんのこの順調を組んでやってください牧田さんというのは例の苦弱だ苦弱は小さい咳払いをして「私こと」と言ったお隣の部屋からどっと笑い声が起こった僕たちの部屋でもみんなニヤニヤ笑っている 私ことコオロギの鳴くような細い可憐な声だ時節も場所柄もわきまえもせずまた再燃聴者でもありますのに2日にて残念なことをいたしました深くお詫び申し上げます今後も何とぞよろしくお導きくださいましよしよし という声が隣の部屋から聞こえたかわいそうに」とカッポレはしんみり言って奥の方を横目で見た。僕は少しつらかった。